やあやあみんな、あかねちゃんやで。今日は2月2日に七層をお届けするで。ルールは月下アモアス、そして悪ガキが確定で入るようになっています。というわけでトイレに落書きをしたいんですけど。人通りも多いし始まってすぐやからバレバレやね。ただ全く置かなくて自爆できないのはあまりにも悲しいので、無理にでも落書きはしてかんとな。とりあえずキルされたり、浮き材で釣られたりすることさえなければいいんじゃないかな。あと悪ガキの落書きは、なんとなく誰が書いたか予想がついても、会議中はキルの話をしたいから、告発する時間もないのがいいですね。ん？今光ったよな。一瞬しか光らへん。直前でメインホールでの通路を通ってたらしいから、村の総意で追放したけどインポスターじゃなかったみたいやね。せやけど再開に前に落書きをする時間はあるやろうから一回はやっとこうかな。金庫室にはソンソンさんが来たからミーティングの奥かなって思ったらセーバーさんが先に行ったか。しゃあない、クルーなら見えない視界の外に落書きしとこっかな。インポスターくらいしか見えない位置かつ、指摘したら視野の広さが露呈するような場所に描いたはずなのに。よりによって一番見られたら赤いビルデジさんに見られてしまった。あれ、ナリスさんなんか撃たれるような情報を出してたっけ？そういうのはなかったと思うけど、自爆したんとちゃうの。ああでも、ナリスさんは自爆でもわざとらしい養殖の叫びをするはずだから、単純にノイキャンされたんじゃないの？思いっきり叫んでもうたわ、どうも。